4000万円を超える支援をこの動画を撮影している時点でですね、獲得しているという話題のバックパックを発見しました。お世話になっております。タタです。今回の動画は え、いつもやっているようなレビューやインプレッションではなく、インターネットにある情報をもとにした、え、速報動画でございます。キックスターターというですね、アメリカを中心にした、まあ、えっと、世界で最もメジャーなと言っていいでしょう。クラウドファンディングのプラットフォームでですね、えー、ドーンという、まあ、いや、夜明けという意味なんですけどドーンという名前のバックパックがですね、今資金調達を募っていて、この動画をね、撮ってる時点で、もうすでにね、4000万円以上、えっとね、1100 10, 円。 間違いないですよ。4000万と、えー、65万9390円金額を調達しているというかなりのね、ビッグプロジェクトが今まさに誕生しつつあります。出資を募っているのが、えー、オムニパックスデザインという会社ですね。これまではね、なんかちょっと電気が通る系のガジェットみたいなのをやってたんですけど、今回はバッグをやってますね。 えっと、2756人から支援を集めていて、まだ、えっ、ー、と、この動画を撮っている、えー、そして公開している7月7日の時点から、えー、10日間、えー、支援する猶予があります。なので、早めに動画を ご覧になった方はですすすねまままだ間にに合いああののののの商品の詳細とかです、ね、リンクはこの動画の下のに入れてありますで見た目ちょっとあのー、よくこっちのジャンル好きな方だとあのピークデザインのエブリデイキャリーのバックパックのなんかちょっと似てないみたいななんかあの、A、コピーみたいな思うかもしれないけど、まあ、見た目確かに似てるところもあるし構造も結構似てるところあるんですけどいわゆる劣化版コピーみたいなものではなくて。 結構ね、そのオリジナルに対してかなりアグレッシブに機能をアドオンして攻めてきてる感じがね、私はいいなと思いました。で、オフィシャルの動画があるので、えっと、それをですね、えー、一緒に、え、まずは見てみましょう。ちなみに、えっと、今回動画で紹介している画像とか、えー、動画はですね、キックブーストというプラットフォームから入手をしていまして、あのー、権利的なですね、動画で公開して大丈夫なものです。なんかリアクションビデオみたいな感じになってきましたけどね、えー、早速、えー、本家のね、動画を見てみましょうか。ボン 何がこう偉大なバックパックを作るのかとそれはスタイルなのでしょうかみたいな問いかけから始まってますね拡張機能とかもいいですよねマックもタブレットも入ると靴も入るとペあのボトルホルダーもある鍵クリップもあるでねバッテリーをね入れてスマホと接続することで充電ができるんですねでここにスマホポケットがあるいあとこれここ 光るっていうね、これ反射板じゃなくて、実際に発光、光を放ってるんですよ、ここのボタンで。 これ自転車乗る人嬉しいんじゃないですかね。僕も昔、あの、ロードバイクで通勤してたことがあるので、光ってくれるのはいいよなまあ、ショルダーパッド結構幅広ですよとか、いう話をしてますね。まあ、この辺はなんかいかにもクラウドファンディングに出てくる、あの、バックパックなんでやりそうなね、あの、見たことがあるようなやつをもう全部入りにしたっていう感じですよね。エアポッツが作ってるのはちょっとなんか、 落ちないか若干不安ですけどでねあのマックが入るっていうのはもちろんこれもねド定番ですよね、まあ、むしろ今時マックが入らないバックパックはあのクラウドファンディングに出てこないんじゃないかぐらいですけどねこの巻き取れるというか伸縮性があるコードはいいですねで、えー、スーツケースの上にもキャリーケースの上に乗っけられると こうね、拡張機能はね結構羨ましい。私、今使ってる、ね、あのエラントっていうバックパックはちょっと小さいのでね大きくなるというのはいいですねで、えーと。ちょっと確認していきたいんですけどランドリーキューブとかは、ね、多分ねあの別売り、売ってるわけじゃないです支援がこうちょっと増さないと入ってこなかったはず。 でそうですよあのクッション性があるキューブが入ってカメラバッグになりますちょっと三脚小さそうだよね入るのねそこ心配だけどまあでも一応横にはあるとまあ足2本だけ入れるとかすればいいかもしれないですねでそうキューブを取り外して単体のコンパクトなカメラケースにも使えると とといいううこででございますよどうですよどかねあのもちろんこの動画とかねあの資料英語ですけどそれを見て私ねこれはちょっとっていう心引かれたものがあってご紹介してるわけなんですが現物は触ってないのでその何だろうな素材の良し悪しとか実際に丈夫そうなのかとかその なんていうのかなパーツのが、ね、取り回しがいい位置にあるのかとかは、ねまあ、正直わかんない現物は触ってないですからねただねこのあれを動画とか資料を見る限りは、ね、結構ねいいんじゃないかなという感じですねちょっと写真も見ていきましょうピカッと光っているやつ全車に乗って光らせているというシーンですねあのー まあね、最近、あのーまあ、コロナみたいな関係でちょっと自転車移動、あのー、密な状況での電車とかを避けてね自転車移動とかされる方多いかもしれないですけどあの車とか他の自転車からね視認性を高めるという意味ではね,、まあ、ね夜間は光るっていうのはねベストですよね見てくださいこのちょっと写真だから誇張してるかもしれないけどめっちゃ光ってる、ね、なんかフラッシュモードとかもあるみたいですねでこれはその内蔵したモバイルバッテリーに接続してそこから給電して反射ではなくて光ってるということなんですねで動画の中でもね えー、紹介がありましたけどもこういう、えー、キャリーケースの上にも載っけられるとこれあので、ー、に、あのー、実際に出張とか、ね、旅行とか行かれてる方はよくご存知だと思いますけどこれめちゃめちゃ便利ですよね、あのー。やっぱ空港の中とか結構移動距離長いし全部背負ってるとまあまあねあのそれなりの年になってくるとですよあのそこそこ大変だったりしますけどコロコロコロって行けちゃうとねめっちゃ便利なんですよね。えっと え反対側にもメッシュのところでね仕切りがあって小物とかもちょっとと入れられらるという写真が出てますスマートフォンを入れるここのえ肩ベルトのところのポーチはあの伸縮性があるというか幅が変えられるのでかなり大型のモデルも入るみたいですねただこのエアポッツがマグネットで作ってるのはいょちょ若干ここはどうかなと思いますけどねなんかポロっていきそうじゃないですかそのなんか一瞬コンビニのレジ行く時とか,なんか一瞬友達と会ってああみたいな,なんかぐらいのすれ違いとかあの。 30秒1分ぐらいだったらいいですけどうっかりつけっぱなしにしとくとなんかああがってるみたいなちょっとありそうで不安ですけどねあのサイドのジップを、えー、開くと拡張ができるという機能もね紹介されてますね普段の、えー、通勤通学用と出張をもしくは旅行をねあの両方兼用したい1泊2日ぐらいのやつを兼用したいっていう時はかなり有能な機能だと思いますよ あの当たり前ですけど、普段、あの、職場とか学校に行くときは、やっぱスリムな方がいいわけですよ。あの、通勤とか通学に、あまりなんか気合入ってあの、山行くんですかみたいなバッモンっていうかちょっとあれじゃないですか。でも一方で、同時にこう、旅行とか出張に行くときは、あの、容量が大きい方がいいわけなので、一つのバッグでね、それが使い分けられる。ファスナーを開くだけでね、使い分けられるっいうのはいいですよね。で、写真見ると結構、あの、幅が広がってるみたいなので、この機能はいいですね。あの、 そうさっきもちらっとお話ししましたけど、私が持ってるエラントっていう、あの、バウンダリーサプライっていう別の会社なんですけど、バックパックもやっぱちょっと小さいなと思うし、あの、ピークデザインのエブリデイキャリー使ってる人も、まあ、サイズいろいろありますけど、やっぱね、もうちょっと入ったらいいのいないみたいな声はね、やっぱ、ね、よく聞くんですよ。なので、普段は小さくて、え、場合に応じて大きくなるみたいな、これはね、いいですね。はい、で、えっと、サイズ感はですね、ここに写真が出てるのでご覧ください。厚さが24センチ、高さが48センチ。 いいなのかな？で幅がええと31センチですね。という風になっています。実際にね。背負ってる感じの写真も載ってますね。あの、クリーンなデザインで全然あのビジネスカジュアルオフィスカジュアルとしてもありかなと思います。あのよっぽどね。あのものすごい。あのフォーマルが求められる職場だときついかもしれないですけど、私みたいな出版とかウェブ系の職場だったらもう全然余裕で大丈夫ならないんですしまあ、今の普通のオフィスワーカーの人と全然アリーナレベルじゃないですかね。スーツと合わせても全然問題ない感じですね。 で、えっ、ー、と、サイドが開いて、えー、カメラキューブみたいなのも出てくると。まあ、これはね、あの、言ってしまえばもう多分、ピークデザインが流行らしてみんなが真似してる機能かなというふうには思いますけども、ね。まあでもね、ああ、あっていいですよね。これは、あの、トラベルビデオブロガー的な人には刺さる機能ですよね。で、えっ、ー、と、ここのね、えー、ケーブルを出して繋いで充電しながら移動もできるという機能もあるということですね。えー、もちろん日本から支援をして、えー、日本で物を受け取ることも可能です。配送見込みが2020年の10月となっていますね。まあもちろん、 クラウドファンディングなので、えっと、うまくいかないとかね、届かないみたいなことも稀にはね、あるのでね、絶対大丈夫とは言えないですけども、まあえっと、予定通りに行けば10月、2020年10月には、えー、品物が届くということになっているそうです。そしてこの動画を撮っているこの、えー、7月7日時点だとですね、えー、アーリーバードという早めに支援をするというのはですね、まだ、えー、まだ残ってますね。あ、スーパーアーリーバードが残ってる。スーパーアーリーバードがまだ14。 残っってますすのででで早めに動画をご覧にななた方はですねそれれいけるかもしれないですスーパーアリーバードだと99ドルからですね。で、となので、まあ、日本円で、まあ、ざっくり1万1000円ぐらいですか。支援で、このドーンというバックパックいくと、ラップトップスリーブとレインカバーが、えー、付いてくるというセットがゲットできます。カメラキューブとか、あのポーチみたいなものは 別ですね。その支援用のリンクはこの動画の概要欄に入れてありますので、皆さんぜひチェックしてみてください。あの、キックブースターというプラットフォームと私契約していてですね、そのリンクでご紹介しますので、そのリンクを踏んでからご購入いただくとですね、えー、支援額のいくらかが紹介をしたということで、私の方にも払るという仕組みになっています。もちろん、えー、そこを経由したからといって、皆さんがですね、払う金額が増えるということはありません。 ま、あの、あくまでも紹介してありがとうよみたいなものがちょっともらえるというだけの話ですね。そういった形でこのチャンネルをご支援いただく方法もありますので、もしですね、あの、良いなと思ったらですね、ぜひそのリンクを使って商品を支援していただければと思います。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。この動画の内容気に入っていただけたら、ぜひ評価をお願いします。そして、チャンネル登録とベルアイコンをタップしての通知の音もお忘れなく。あとですね、この、え、他にもですね、もう一つ Vlog のチャンネルがありますので、ぜひそちらもですね、登録をしていただければと思います。今回もご視聴ありがとうございました。 それでは皆さんまたインターネットのどこかでお会いしましょう。バイヤ